今日は、ご来場ありがとうございます。ありがとうございます。5年ぐらい前に、武田君と、町田でプロレスやりたいねって言って、居酒屋でこうそういうことを言いながら始まって5年経ってしまいましたけど、やっとこの市民ホールで、こうやって、大会することができたのはたくさんの、皆さんの、支えがあったんで本当に感謝です。町田でこの興行をやれるっていうことがすごい嬉しくてすごい光栄なことだと思うので、町田の人もそして町田に初めて来たプロレスファンの方々も今日はみんなで盛り上がっていきたいと思いますんで、応援よろしくお願いします。締めたいと思います。マチダプロレス